こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回はホテルのロングステイプランのランキング2022年版です。現時点で自分がどのホテルのロングステイプランを今後利用したいか、その理由を含めてランキング順で発表します。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。動画が参考になった方は高評価ボタン、またもしまだチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速ランキングのご紹介です。このランキングには定額で複数のホテルに泊まるようなプランは除外していますのでご了承ください。ではまず第5位、ロイヤルパークホテルのリーブインザホテルロングステイプランです。去年作ったランキング動画では第2位と上位にランクインしていたホテルですが、今年の4月に大幅なプラン変更があって、その内容が少し残念なものだったので、今回はランクダウンしてしまいました。このホテルに関しては以前泊まった時の動画があるので、興味のある方はそちらもご覧ください。このホテルの新しいプランについて簡単に説明します。お値段は一番安いお部屋で、スタンダードフロア、スタンダードルーム、30連泊21万円になります。1泊あたり1人でも2人でも7000円になります。間取りはこちらでツイン、ダブルどちらも26平米となっています。このホテルの良いところは、お値段が1泊7000円と手頃な点、設備の整ったフィットネスジムがいつでも使えること、ホテルの窓が二重サッシになっていて、冬でも部屋の中を裸足で過ごせる点、部屋の清掃やアメニティの補充も好きな時にお願いできる点、ホテル会員の還元率が非常に高いことです。プランは値上げしたんですが、まだまだ値段の割にはかなり充実しています。ただプランの変更で一番残念だった点は、最上階のエグゼクティブラウンジが使えなくなったことです。長期滞在者にとってホテルのラウンジはとても貴重なスペースです。例えば、お部屋を掃除してもらっている間、ラウンジで掃除が終わるのを待ったり、ちょっと気分転換したい時、また仕事に集中したい時など、雰囲気の良いラウンジで美味しいコーヒーを飲みながら過ごすことがホテル暮らしの醍醐味の一つです。時代の流れでプランの値上げは仕方ないと思いますが、ラウンジを全く使えなくなったのは本当に残念です。これでは長期滞在者はゆっくりしたい時どこに行けばいいんでしょうか。毎回外の喫茶店に行くなら、わざわざホテル暮らしをする意味はありません。個人的にはすごく気に入っているホテルですので、いつかぜひこのラウンジの利用を復活させてほしいと強く願います。なので今回は第5位とさせていただきました。今度は第4位、グランド日光東京台場のレジデンシャルステイプランです。こちらのプランは1名と2名で値段が変わります。30泊1名だと24万円、2名だと30万円となっています。お部屋は一番安い部屋がダブルベッドのあるダブルルームで30平米、ツインベッドのツインルームは33平米、どちらも値段は同じです。間取りはこちら、ホテルの一般的な間取りになります。33平米あるので、2人でもかなりゆったり過ごせそうです。部屋の窓からはお台場の景色が見えますが、レインボーブリッジは見えないそうです。こちらのプランの特徴は朝食付き。こちらの写真のような朝食がついてきます。結構いろいろ食べれそうで、これはかなりいいですね。そしてコーヒーパスポート。毎日2階のラウンジで飲める2杯分のコーヒーパスポートがついてきます。やっぱりホテルのラウンジで飲むコーヒーは格別ですよね。新聞の朝刊無料。ミネラルウォーターも1日2本ついてきます。これはとても親切なサービスではないでしょうか。フィットネスクラブ無料。僕がこのホテルのプランに一番惹かれたのはこのフィットネスクラブです。このホテルのフィットネスクラブはかなり充実しています。中でもこちらのプール、きちんとコースロープで3つのコースに分けられています。ホテルのプールの多くはコースロープがないプールがほとんどなんですよね。でもコースロープは泳いだ時の波を消す効果があるので、これがないとプールがすぐ波立ってしまいます。またプールは長さが20メートルなので、自分がどれぐらい泳いだか計算しやすいのもいいですよね。また同じフロアにはジェットバス、サウナ、ミストサウナ、
バスルームなど、泳いだ後そのままお風呂に入れる環境は大変助かります。さらに今は改装中で中止しているようですが、無料でゴルフスタジオが使えるのも面白いですね。ここまでプールやフィットネスの施設が整っているホテルはちょっと珍しいんじゃないでしょうか。フィットネスジムだけならこのホテルの施設はトップクラスだと思います。ではなぜこれだけ充実している施設があるのに第4位にしたのか。それは現時点で30泊のプランが全然予約できないという点です。このプランが予約可能になった8月6日以降、ずっと30泊の予約ができる日にちを探しているんですが、プランが終了する12月末まで全く空きがありません。なんで予約が取れないのか、直接ホテルに電話して聞いてみましたが、一般のお部屋の予約も一緒に販売しているようで、ネットで部屋の空きが30泊連続で空いていないと取れない仕様となっているようです。まあ、今もいろんな日付で予約が取れないかほぼ毎日試しているんですが、12月前だと30泊連続で空いているお部屋が全く出てきません。まあ、これはこちらのホテルのシステム上仕方ないみたいですが、ホテルがガラガラになって初めて予約できる希少価値の高いプランなのかもしれません。なので現在30泊はほぼ予約不可能で、7連泊のプランならなんとか予約可能という形になっています。ただ7連泊だと最安で12万6000円、1泊あたり1万8000円になって値段が 1.8 倍に上がります。まあ、でもプランの内容と施設もかなりいいので、7泊だけでもちょっと惹かれるプランです。まあ、もし簡単に30泊の予約が取れれば今回のランキングのトップ争いになるプランですが、なかなか予約ができませんので、今回は第4位とさせていただきました。プランの内容がいいので引き続き30泊取れるか注目していきたいと思います。今度は第3位のご紹介です。第3位は前回と同じく京王プラザホテルのシンプルプランです。こちらのホテルのプランの特徴は何といっても30泊で18万円という安さ。この安さはやっぱり魅力ですよね。このプランは9月30日前で、今後のプランについては現在まだ検討中だそうです。ただこれまで京王プラザホテルは長期滞在プランをずっと販売してきたので、10月以降もきっとまた新しいプランを発表してくれると期待しています。このホテルの良いところは値段が安い、新宿駅から歩いて約10分、しかも雨の日には濡れずにたどり着けます。周りに飲食店がたくさんある。3泊以上で滞在日数の組み替えが可能。スターバックスのコーヒーがタダで飲み放題。こちらのプランについてももっと詳しく知りたい方は以前の動画をご覧ください。プランの値段が安い割にメリットが結構たくさんあります。とりわけ滞在日数の組み替えは面白い設定です。僕のような一時帰国者は結構荷物が多いので、気軽にホテルの移動って難しいんですよね。でもこのシステムを使えば、京王プラザホテルに大きな荷物を預けたまま何日か他の観光地に気軽に泊まりで出かけたりすることも可能です。このシステムは他のホテルにはないので、次回もぜひ続けてほしいです。残念な点としては、フィットネスジムを使うのに毎回フロントに行ってキーをもらうのがちょっと面倒なこと、リュクスラウンジが平日の午後2時から8時までしか使えないという点です。ただプランの値段を考えるとラウンジが使えるだけでも十分です。なので価格が安い割にかなり使い勝手がいいということで、前回と同じ第3位とさせていただきました。次回も今回同様のお得なプランを期待しています。次はいよいよ第2位、ホテルニューオータニのサービスアパートメント。日本を代表する伝統的な高級ホテル、ホテル御三家の一つです。このホテルの特徴は一番非日常を味わえるところだと思います。外に出れば約1万坪の日本庭園、夜には綺麗にライトアップされてとても幻想的です。電動スクーターに乗って赤坂周辺を回るだけでも日常とは違った感覚を味わえるでしょう。こちらのプランの詳しい説明は以前の動画をぜひご覧ください。またこれはプランにはついていないんですが、最強の朝食と名高いさつきの
朝食ビュッフェ、またビュー&ダイニングザ・スカイのランチビュッフェ、ディナービュッフェもテレビや YouTube で何度も紹介されるほど人気のレストランです。こうしたレストランで美味しい食事をお腹いっぱい食べて部屋に直行できるのも、いつもの忙しい日々では味わえない楽しみの一つです。残念な点としては、無料のフィットネスジムにシャワー設備などがついていないことや、ラウンジが夕方4時までといった点もありますが、それを加味してもこのホテルに長期滞在して味わえる非日常的な時間は格別です。美味しい食事と綺麗な景色、これが見事に揃った魅力的なホテルではないでしょうか。ぜひ機会があればこのホテルに泊まって、さつきの朝食ビュッフェやザ・スカイのランチやディナービュッフェも食べてみたいので、今回第2位とさせていただきました。そしていよいよ第1位は、前回同様帝国ホテルです。前回ランキングをご紹介した時にはまだ帝国ホテルに泊まったことがなかったんですが、今回すでに泊まった経験を踏まえて第1位とさせていただきました。こちらはとにかくホテル内のサービスが素晴らしいの一言です。太っ腹なサブスクのルームサービス、フィットネスジムとプール、サウナと大浴場、ラウンジでのピアノ生演奏など、ホテル内で非日常を味わいたい方には一番おすすめのホテルです。この値段でこれだけのサービスを楽しめるホテル、僕は他に見つけられません。ホテルのサービスアパートメントは個人的にはもうこれで完成形のような気がします。このホテルのプランの詳しい情報は以前の動画をご覧になってください。あえて一つだけ言わせていただくと、無料なので少々気が引けますが、朝食のパンをもう少しレベルアップしたものをいただけると嬉しいです。もしまた次回も泊まる機会があれば、今度は違うタイプのお部屋、またバイキングの発祥と言われているレストランサールでのビュッフェも味わってみたいと思います。本当に細かな点まで宿泊者のことをよく考えて作られたプランだと思いますので、ぜひお値段もサービスもなるべくこのまま維持していただければと思います。以上がホテルのロングステイプランのランキングとなります。次回帰国する際には今回ランキングで紹介したホテルのどれかを利用したいと思います。皆さんはどのホテルのプランに泊まってみたいと思いましたか？コメントで教えていただけると嬉しいです。またこの動画が良ければいいねボタンもよろしくお願いします。この動画がホテル暮らしやホテルのロングステイプランを探している方の参考になれば幸いです。では今日の動画は以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。